はい、こんにちは、テガールです。今回はですね、デアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第31号、こちらの方やっていきたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それではですね、こちらの方が今回入ってきているパーツで、まあ、こちらの方がですね、ドライブシャフト。で、ですね、このデアゴスティーニとかアシェットの模型の説明書の表記の通りに、一応ですね、基本的には説明をしております。で、前に74式とかやった時も、駆動輪と書いてあったので、一応駆動輪で説明してたんですけども、まあ、それは駆動輪ではなくて機動輪ですよっていうようなコメントをいただいたんですね。で、今回のこれも、ドライブシャフトという形で、説明していきますけども、これはですね、どちらかというと、プロペラシャフトという言われ方が一般的でして、ドライブシャフトが横方向、縦方向がプロペラシャフトっていうふうに普通は言うんですね。で、まあ、プロペラシャフトですよというコメント来そうなので、一応言っとくんですけども、説明書に書いてある通りに、説明していきます。じゃないと、ここでプロペラシャフトっていう形で説明していくとですね、私の動画を見てこれを作ろうとしている方にとって混乱を招いてしまう可能性があるので、一応ですね、ここら辺が合ってるか間違ってるかともかく説明書通りの表記で説明していきます。なので今回はこちらの方がですね、ドライブシャフトと書いてありますので、ドライブシャフトと表現させていただきます。というわけで、ドライブシャフトと、まあ、あとユニバーサルジョイントですね、それからまあこういった、パイプ類がまた数点入ってきてます。はい、それでは早速組み立てていきたいと思います。はい、で、まずこのドライブシャフトなんですけども、プラスチック製ですね。まあ、実際に動くわけではないので、プラパーツでいいのかなとは、強度的にはプラパーツでいいのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと見た目的にここまでダイキャスト多用しているので、ダイキャストで欲しかったかなという気はします。はい、それではですね、まずはこの BP ですね。BP のネジを使って、BP のネジがすごいたくさん入ってますね。こちらのドライブシャフトを、つなげます。で、このドライブシャフトはですね、この穴と突起が合うように、この状態だと合いますけども、こうすると合わないんですね。なので、それだけ間違えないように、このようにつけて、3箇所ですね、止めていきます。はい、私のチャンネルではですね、こんな感じで、アシェットとかディアゴスティーニさんの、週刊作るシリーズの模型ですね、大型模型の作り方の解説、作り方のコツ、初心者向けの動画をですね、作って配信しております。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、こんな感じですね。ちょっとゲート処理が甘いところがありますので、ちょっとだけゲート処理しておきますね。はい、そしたら次にですね、このジョイント部をここにつけて、同じくですね、BP のネジで止めていきます。まずはドライバーの方にこのような形でネジをつけておいて、でこのような形でつけていけば簡単かなと思います。で、これをですね、マックスで締め込んでしまうと、これがこう動かなくなるので、マックスでは締め込まないで、緩くですね。ただ、これを実際にですね、走る模型ではないので、まあ、要するに動く程度であればですね、きつくても問題はないです。で、このジョイントパーツをですね、両端につけます。両側ですね。こちら側にも同様につけていきます。はい、このような形でジョイントパーツを両側にこのような形で取り付けます。で、次にこちらのパーツですね。このパーツをどちらでもいいので、片方にこのような形で取り付けします。で、ここで使うネジも BP ですね。同じようにドライバーにネジをセットしておいて、このような形で穴を合わせてネジ止めします。ここも締めすぎないようにします。
はい、まあこんな感じで動くような形にしておけば OK ですね。はい、そしたら次にですね、前回作ったこの台の上に、よいしょ、もうかなり重たくなってるこれをこのような形で乗せます。はい、でここですね、ここにこれがこのような形でつきます。はい、ここも BP のネジなので、まずドライバーにネジをセットして、このような形で穴を合わせてネジを止めると。はい、そしたら次にですね、こちらの金属パーツですね、このパーツにこのプラスチックのパーツがこのようにつきます。こうですね。でこちら側から BP のネジで止めるということになります。こういう感じです。はい、こういうふうに見て、こういう感じ。はい、でこのような形でつけたら、これがですね、ここ、この2箇所にこれがこのような形で止まります。で、合わせてみるとちょっとミッションが浮いてるんですね。なので一度ですね、ここのエンジンのですね、エンジンを止めた時のビスを少し緩めてください。そうするとスムーズにつくと思います。一度緩めるとここがですね、若干こう動くようになりますので、この状態でつけた方がいいかなと思います。はい、でここのネジ2本は GM のネジを使いますので、あらかじめネジ山を作っておきます。はい、でネジ山を作ったら、こちらのパーツをですね、ここにこのような形で乗せて締めていきます。で、片っぽをいっぺんに締めてしまうのではなくて、軽く締めて、こっちも軽く締めて、それから増し締めしていきます。まずはこっち側を軽くかけて、次にこちら側もかけて、ネジをかけて、そして増し締めですね。ギュッと。で、こっち側もギュッと。はい。で、こっち緩めたネジも締めておきます。はい、それじゃあ次にですね、こちらの燃料フィルターをつけていきます。でこの燃料フィルターなんですけども、ここにですね、切り欠きがありますので、こちら側の突起と合わせてつけます。なので方向としてはこういう方向になります。この三つ股がですね、こっち前を向くようにこのような形でつけます。で、上からですね、これをひっくり返して、上から BP のネジで止めます。はい、これがここにこのような形で乗って、これを BP で止めます。なので作業の方はですね、もうちょっとこういったちっちゃい部品をつけるすごい簡単な作業なんですけども、これをですね、ここを押さえた状態でこれをこうひっくり返してネジ止めみたいな形なので、作業の方は結構大変です。はい、で今回ですね、長いパイプが2本入ってきてます。これとこれと2本入ってきてるんですけども、そのうちのですね、短い方が31センチ5ミリです。でこの短い方、長いやつの短い方を、これをですね、ここにつけます。はい、でここからつけたこのパイプをこことここを通していきます。ここを通して、こうですね。でここを通します。でここを通した後は、ここの部分ですね、ここの部分を通して、エンジンの上の方ですね、向こう側にパイプを通しておきます。はい、ここにつなげた31センチ5ミリのパイプがこことここを通って、この間、この隙間からですね、一度こちら側に出ます。このような形になります。でこれがまたですね、ここを通って向こう側に行って、ここの真ん中空いてるはずなので、ここに接続します。
はい、このような形で真ん中に入れば OK です。この真ん中のパイプがここを上を通って、これですね、通ってこっから下に行って、こことここを通ってここのポンプに来てれば OK です。はい、で今回ですね、この長さのパイプ類が3本と、あと長いパイプが1本。これがですね、取り置きとなりますので、なくさないようにですね、こういった小袋に入れてしっかりと保管しておきましょう。はい、というわけで今回はですね、ディアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第31号ですね、ドライブシャフトの取り付けを行いました。で、このドライブシャフトがですね、こうプラプラしてる状態なので、まあ、要するにこういう風になっちゃうので、ここにですね、マスキングテープを貼っておけば安心かなと思います。こちら側の部品がつくまで、ここにですね、マスキングテープを貼っておけば、プラプラしないで済むかなと思います。まあ、こういった状態で、次の号が来るまで保管しておけばいいのかなと思います。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。